はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、フォーカスドプレイヤー第3弾登場時点でのお気に入りクラブをおすすめ5000やっていきたいと思います。はい。ということでね、おなじみ毎回限定登場時にやっておりますけれども、今回ね、フォーカスドプレイヤー第3弾が登場したということで、今回もね、はい、やっていきたいなと思います。まあね、うんシュートセーバーのね、上位スキルが出たりとかして、 まあ多分ですけど、うん、なんか憶測ですけど、多分ね、シュートセーバーより強いんじゃないかなというところと、まあそういった情報もちょくちょく聞くので、まあ、やっぱ期待していいんじゃないかなというところで、まあそういったところの影響がね、どれぐらいあるのかっていうところをね、まあ、楽しんでいただければなと思うし、まあシュートセーバー以外のね、ところとしても、まあ、魅力あるね、 当然カードありますので、まあ、そういったところの選手たちを含めた上でね、まあ、評価してどういったチームが入ってくるのかというところをね、ぜひ見てほしいかなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、えー、じゃあね、早速なんですけれども、じゃあ、ここからはやっていきますか。はい。<laughs> なかなかね、今回ちなみに、あのー、まあ、いつもだったら結構、何て言うかな、まあ、すぐ決まるんですけれども、 今回はね、ちょっとね、悩んだところがありましたね、正直ね。はい。なんでかっていうと、その、ライトニングエッジとね、フォーカスドプレイヤー第3弾の抱き合わせになるんですけれども、意外とね、なんか、まあ、この前の、うーんーと、フォーカスドプレイヤー第2弾と、えー、ライトニングエッジほどの偏りはなかったんじゃないかなと。まあ、チームによってね、結構その、フォーカスドプレイヤー第3弾のピックアップ選手とかが、まあ、ライトニングエッジでそんな高いところ、 の、えー、選手が出てないところだったりとかでピックアップが来てたりとかもしたので結構ね混じってるというか、まあ、平たくなってるのかなというところもねちょっとあるので正直5枠じゃ足りないかなと思ったんですが、まあ、ただねあんまり絞らないのも良くないと思うんで まあそこはしっかりね、ちょっと絞らせていただきましたので、紹介していきたいなと思います。で、あとね、最近まあね、周年が始まったということで、周年をきっかけにね、始めた方もね、いるんじゃないかなと思うので、まあちょっとしたアドバイスとしてはですね、まあ大体ね、お気に入りクラブ券っていうのは最初固定して引いた方がいいというところがありますね、やっぱりね。な、ま、ん、あ、でかっていうと、あのー、同じチームの同じカードの選手を、まあ要は同じチームを引き続けることによって、 まあ、特にレギュラーになってくるんですけれどもあの同じカードがダブりやすくなるんですよねどうしてもね、はいで。これダブることがめちゃくちゃ悪いことじゃなくて実はこれいいことで,でしかもその J クラってお気に入りクラブに設定してる、まあ設定できるチームが褒めによって一個ずつ決まってるんですけれども、まあそれによってね、いろいろステータスアップの効果とか得られたりするので、まあそういったね、結構メリット要素もあるんですね、お気に入りクラブに対してのね。まあなのでそことかうまく活かしていくときに、序盤は結構お気に入りチームをその固定で引くことによって、まあダブらせていっていく、そっちの路線でもまず育成を進めていく。 で、いいセンスをつけたりとかしてカードを強くしていくっていうところの立ち回りもね、結構ね、有効なので、まあそういったところに関してまあね、なかなか、うん、まあ本当はね、いろんなチームのいろんな、あの、いいカード欲しいでしょうけど、とりあえずひとまずは、まあ一つのチームに絞って引いていくっていうのもありだと思いますし、まあよかったらね、今日この5000の中にも、そういった長い目で見てもね、結構引き続けることができるチームも当然入ってますので、まあそこをね、よかったら参考に見ていっていただければなと思います。よろしくお願いします。 はい。ということで、ちょっと長くなりましたが、じゃあ早速ね、もう中身の方に移っていきたいと思います。じゃあ一つ目のチームから順にね、紹介していきたいと思います。では、まず一つ目のチームはこちらです。はい。FC 東京ですね。ここは、まあ、限定二人が金旗で高評価ということで、まあ、ライトニングゲッチャー、ライウトン選手と、えー、フォーカスドプレイヤー第三弾が森重選手となっております。 まあ、アダイユートン選手はね、左ウィングが特にね、特化した選手だと思いますが、まあ、僕カットイン系の選手としていいカードが出てるというところと、森重選手は、まあ、センターバックボランチできますけど、どっちかというと、まあ、層が厚くなってくるとボランチとしての価値の方がだいぶ高くなってくる選手ですが、まあ、タックル系もね、いいスキル持ってて、まあ、空中戦も持ってて、ちょっとスティールがないんでね、なかなかセンターバックというところに関しては、若干不安要素あるものの、まあ、でも高いレベルの、はい、カードだと思うんで、ここは狙い目かなと思います。 でまあ、ボランチというところでね話すとしたら、やっぱボランチのね結構、高グレの選手たちが昨シーズンね、ね海外に旅立っていったので、まあ、やっぱ森重選手の価値というのもだいぶ高くなったかなと、余計にね去年よりも選択肢が狭まったと思えばねだいぶまた高くなってきているので、まあ、ここはね当然ね、狙い目になるかなと思います。 であとは、まあレギュラーもね、グレード85以上含め、えー、魅力選手多数ということで、ここもね、やっぱ魅力的かなと思います。でさっきお話しした初心者の方が、まあ、どういったところでチームを選ぶかというところに、まあ、自分の好きなチームでもいいと思うんですが、まあ、そういうのが特にないとか、まあ、そういうのにこだわらないっていう人は、こういったね、レギュラーの質とかでも判断する必要があるかなと思う中で、まあ、結構 FC 東京は引きやすいチームと言えると思います。 参考程度に、アユートン選手とか小泉選手、ソック選手、ここら辺までが85超えてきているこの3選手で、プラス85以下にも、ディエゴ・リベラ選手とか、あと入ってないですけど、中川選手とか、そこら辺の松木選手とかね、そういったカシフ選手とか、結構魅力の若手選手とかも入ってたりするので、そういったところ含めると FC 東京長い目で見てもね、短期的に見ても十分価値のあるチームかなと思います。 はい、ここはね、もう、えー、限定のお話になるんですが、ポジション供給もね、ここ少ない組み合わせとなってます。やっぱりウイングとか、まあ、ボランチのディフェッチ高い選手とかっていうのは、結構ね、もう供給の選手がね、圧倒的に少ないんですね。結構需要がいる割にね。ということで、まあ、そういったところの強い選手手に入れておくと、やっぱりね、あの、いい、うん、いいアドバンテージを得ることができると思いますので、まあ、そこの組み合わせとしてもね、はい、最高の組み合わせなので、まあ、ぜひね、この機会に狙ってみてはいかがかなと思います。 まあ一年間通して蹴れるチームだと思いますけど、まあ後半はね、ちょっと更新してみないとわかんないですけど、まあおそらくディエゴ・オリベラ選手とかが上がってきたりとかすると思うんで、よりね、蹴りやすくなる可能性も十分に秘めてるチームだと思うので、まあここは年間通してね、注目だと思いますね。はい。では続きまして、2チーム目見ていきましょう。こちらです。 はい。えー、名古屋グランパスですね。ここも限定2人が魅力的な組み合わせになっているかなと思います。まあ、ライトニングエッジがマテウス選手ね。で、えー、フォーカスロプレイヤー第3弾が野上選手となっております。まあ、マテウス選手はね、まあ、ライトニングエッジの方で評価しましたけれども、まあ、トップグレードでね、まあ、CF の選手としては結構魅力的なカードかなと思います。で、片山野上選手ね。まあ、今回出ましたけど、まあ、スキル的にはね、空中戦タックル、インターセプトかな。 の AB の ABB 組み合わせですが、まあ、右サイドバックできてね、ここのディフェンチ高い選手として需要が結構高いというところもちょっとポイントかなと思います。まあ、もちろんね、センターバックもこなすことはできますが、どっちかというとここも右サイドバックの価値がよりね、こうあのー、自分のデッキが強くなってくると価値は高くなっていくんじゃないかなと思います。はい。で、ここもね、FC 東京同様なんですが、まあ、初心者の方にね、アドバイスしたところも含めて、ここもまあグレード85以上含めて、レギュラーとして見ても結構価値高いカードが多い。 勝ち高いいいい選手が結構多いんじゃないかななかという組み合わせになっております。まあ、参考程度に、えー、マテウス選手だったりランゲラック選手、稲垣選手、中谷選手、ユンカー選手など、まあ、ここら辺ですかね、はい、は結構有力どころになってくるのと、あと、まあね、ちょっと下になってくると、まあ、森下選手とか、まあ、米本選手とかもちょっと上がってきそうですけどね、またグレードね、もともと85以上経験したりしてるので、まあ、そういった選手が後半とかになってくると、まあ、ちょっと評価上がってくるのかなっていう。 感じがしますけど、まあ、果たしてというところで、ね、はいありますけど、まあ今後にね期待できる選手も多々いるんじゃないかなと思います。であとはまあそうねレギュラーのところでちょっと絞ってお話しするんであれば中谷選手85でね85以上で一番当たりやすいんじゃないかと思われるグレードなんですけれども、まあ、ここ中谷選手がね結構質が良くてセンターバックとしてね例えば初心者の人とかだと結構ねありがたいカードになってるんで。 まあ、ここ中谷選手をね、乱獲狙いとかでも全然名古屋、はい、狙っていいと思うし、まあ、その限定の組み合わせとかにもよりますけど、まあ、比較的ね、限定の組み合わせとかも考えても、まあ、1年間通してとか、まあ、半年だけで見ても、まあ、結構やっぱいい組み合わせで来るんでね、はい。 まあ、例えばこれから来そうなのは中谷選手とか、まあ稲垣選手とかもまだね、もうちょっと来そうかなっていうところかな。まあちょっとマテウス選手とランゲラック選手もまだまだ来るでしょうが、ちょっと期間はね、あの最近出たばっかなんでちょっと空くかもしれませんが、まあそれこそユンカー選手のストライカーとかね、そういうところも期待できたりとか、まあいろいろね、あると思うんでね、フォーカスも黄色限定含めていろいろ期待できる選手いると思うんで、まあここは今後もね、ちょっと引きやすい環境になるかなと思いますね。はい。 なので、ぜひね、ここも名古屋もまあ現状、はい、狙いやすいタイミングとなっていると思うんで、ぜひね、狙ってみてはいかがかなと思います。はい、じゃ続きまして、えー、3チーム目見ていきましょう。こちらです。 はい。東京ヴェルディですね。はい。ヴェルディは、えー、限定二人が魅力的だが、点て点というところでね、まあちょっとさ、色々ありましたけどね。はい。まあ今、ライトニングエッジがバイロン選手が出てて、え、放火するプレイー第3弾が林選手が出てると。で、ここも、まあ FC 東京にちょっと似てるっちゃ似てるんですけれども、まあ、バイロン選手が、え、右かな右ウィングかな のカットイン系の選手として結構優秀なのと、あと、林選手が、まあ、ボランチの選手として、まあ、センターバックもできますけど、特にボランチとしての価値が高くて、まあ、ここもディフェッチ高いボランチの選手としてね、まあ、結構供給薄いところの、まあ、いいカード出てますので、まあ、ここ狙い目なのかなというところで、二人とも結構、希少価値高いんじゃないかなと思いますので、ここはね、はい、当然狙い目だと思います。 で、あとは、ま、レギュラー云んというよりは、ま、チームのね、状況が結構好調であったりとか、まあ、今までグレードそんな高くない選手とかが、まあ、若手選手ですよね、特にね、軒並みちょっと目立ってる選手がいるということで、 まあ、レギュラー狙いも当然、まあ、美味しいちゃ美味しいんですけど、まあ、美味しい選手もいますけれども、どっちかというとチャレマ周回とかのが今ね、価値高いチームなんじゃないかなっていうところはありますが、ただ、レギュラーね、出てる選手も中にはいるんでね、まあ、そこで狙い目の選手がいたりとかもする関係で、まあ、結構引きやすくはなってきてるんじゃないかなと。まあ、後半シーズンに向けてグレードアップが期待できる選手がね、今結構低グレードとかで出てるので、まあ、そういったところ含めて、まあ、チャレマとか含めて、まあ、結構狙い目のチームになってきたなという印象があります。 まあね、若手選手、まあね、先日ね、まあそう、それこそまあそうね、リーグ戦にしろ、まあカップ戦にしろ、まあ結構やっぱりね、えいい戦いが続いてるチームだと思いますので、まあね、結構魅力的なサッカーしてると思いますし、まあ個々の強さとかもね、まあ結構目立ってきてる若手選手もいますし、まあいろいろ今後のね、後半展開とか含めると、そういった意味では、まあいろんな狙い目の選手がね、いるんじゃないかなというところで、まあレギュラーから、まあ、 グローリーからぜひね、狙ってみたいチームだと思うので、まあ、このね、限定が結構いい組み合わせの機会の時に、まあ、引きに行くのはありなんじゃないかなと思います。はい。じゃ続きまして4チーム目見ていきましょう。こちらです。はい。えー、浦和レッズですね。ここはま、新スキルの西川選手がやっぱ魅力かなというところと、まあ、関根選手もね、ウィングのね、カードとして、まあ、フラスル系とかね、しっかりと思ってますし、まあ、そこの期待も、まあ、あ あるとととといいいうことで、まあ、組み合わせとしては十分なななんじゃないかなと思います、まあ、やっぱりね、ここもまあゴールキーパーの、ねまあ、シュートセーバーの上位スキルを持った西川選手と、まあ、関根選手、ね、マリオウィングできる、まあ、結構貴重な選手だと思いますけれども、まあ、そういったところの選手たちのこの組み合わせというのは、まあ、限定価値も結構高いだろうし、まあ、狙っていきたいところかなと思いますね。はい、ポジション的にもまあ選手カードのスキルとか的にも十分な数値だと思います。 で、あと、ここも、まあ、裏アレツもね、レギュラーの価値が結構高い選手が、まあ、軒並み揃ってるイメージですかね。今年、まあ、調子いいのもありますけれども、まあ、代表的なところで言うと、まあ、ショルツ選手だったりとか、西川選手、で、坂井博樹選手、マリウス・ホイブラーテン選手とか、あと、伊藤敦樹選手とかね。 まあ、あと他にもね、ちょろちょろと言います。秋元選手とかもね、まあまあレギュラー出てますしとかね。まあそういったところも含めて結構狙い目なんじゃないかなと思います。まあちょっとモーベルグ選手がね、85超えてますが、もう対談濃厚になってきたということで、もう決まったんかな。まあ報道がなんか出てたと思いますけど。まあそういったところを含めると、ちょっとそこがね、えー、まあ一枠空きますが、うん、まあそれにしても、まあその下にもね、結構いい選手控えているので、個人的には狙い目なのかなと思います。 で、ここもまあそうね、後半シーズンに向けて、まあ坂井選手とか、そもそもグレード低すぎ問題とかありますし、まあ糸厚き選手とかも上がってくるだろうしね、ここマリウス選手とかも上がってくるだろうし、まあ結構その下から上がってくる選手も多い中で、まあどれぐらいまで上がるかちょっとわからないですが、期待持てる選手もね、多々いるので、まあ今のうちに、まあレギュラーをね、前半でまあ85以上になる前にまあ引いておいて、まあセンス厳選したりとかね、 まあ結構チャンスになってるチームだと思いますので、まあそういったところを含めて、まあここは当然ね、狙い目になってくるかなと思います。まあレギュラーと限定のバランスも非常に良くて、まあどっちもね、得することができるチームだと思うので、今は結構引き時かなと思います。まあここは特にね、ただまあ西川選手に行きたいかな。うんで。西川選手がね、85の中でも、まあ一番グレード低いんで85以上の中でもね、まあそこのレギュラーの引きやすさとかも含めてちょっと魅力かなと思います。 はい。では、最後、5チーム目見ていきましょう。こちらです。はい。えー、川崎フロンターレですね。はい。ここは、輝くマルシーニョ選手、安定の脇坂選手ということで、まあ、この2人の組み合わせね。まあ、ここはちょっとね、先日から川崎のお話を、まあね、この動画とかでよくさせていただいてるんですが、まあ、結構ね、やっぱ言った通りね、今後脇坂選手とか、まあね、ここ山根選手とか、こういったところが限定化されたりとか、まあ、この限定のね、 あ限定じゃない、えー、とレギュラーのグレード85以上の4人とかがうまく絡んでくるときは、まあ、特に引き時だよねって話をしてた中で、まあ、ここ脇坂選手が登場してきて、まあ、その状況を満たしたと、うんで。しかも結構いいカードが来てるということで、まあ、当然ここはね狙い目になってくるかなと思います。で、まあ、レギュラー85以上もね、えーまあ、特にまあグレード85以上の価値が高いかなここはね。うんまあ、その下でも孫陵選手とか、まあ、車栄選手とかもまあ去年フォーカスとかいいカード来てたんでワンチャンあるかなと思うんですが 特に、まあ、やっぱりここはグレード85以上の価値が高い、まあ、川崎フロンターりになってるかなと思うので、ここが結構狙い目かなと思います。まあ、とにかく今回のこのタイミングだったら、もう85以上を積極的に、まあ、当てれるかどうかというところが勝負になってくると思うので、まあ、ここですよね。うん。ここの、まあ、引きの強さはやっぱここ変わってくるので、まあ、安定して、まあ、結構引きに自信ある人は、まあ、ぜひ狙ってみてはいかがかなと思いますね。まあ、どっちかというと、ん、まんべんなくというよりは、もう結構狙って、 ね,まあ、ね、標準絞って狙って当てて、まあ、強い選手をどんどん重ねていくというのが、まあ、結構魅力なチームだと思うんで、まあ、ここは、はい、注目かなと思います。まあ、一応80代にジェジェウ選手とかもいるので、ここら辺もまあ、ね、結構グレード、まあ、戻ってきたら高かったりとか、毎年ね結構いい限定出てるんで、まあ、そういうところはまあ狙い目に当然あるかなと思うんで、まあ、そういったところを含めるとね、まあ、結構広い範囲で狙えるかもしれませんということで、ぜひ、ね、狙ってみてください。 はいということでね5チーム紹介していきまして今回の、えー、フォーカスのプレイヤー第3弾登場時点でのおすすめ5戦は以上になりましてただいつも通りね、えー、5戦にちょっと入りきらなかったんですけど一応ちょっともうちょっとプッシュしておきたいチームをちょっと5チームぐらい紹介していこうかなと思いますこちらです。 はい、えー。その他おすすめチームとしては、えー、セレッソ大阪、鹿島アントラーズ、横浜 F マリノス、えー、サンフレッチ広島、FC 町田、ゼルビア、この5チームをちょっと押しておきたいなと思います。まあ、ここはまあ限定とかで見てね、まあちょっと強みがあったりとか平均的にまあ良さげなチームだったりとかを選ばせていただいてます。まあピックアップしてちょっとだけお話しするんだったら、まあ広島の森島選手とか、うん、まあセレッソのキム・ジンヒョ選手とかね、フォーカスのプレイ第3弾出てますが、まあここら辺とか特に魅力的だなと思うところと、 で、あと、マリ、まあ、そうね、マリノスとアントラーズに関しては、まあ、フォーカスじゃなくて、ライトニングエッジの方ね、のファンタスティックアーチの二人がちょっと魅力だったりとか、まあ、あと、町田の方は、まあ、平均的にそうですね、まあ、魅力的かなと思いますね。まあ、オナガ選手にしろね、はい。えー、ね、まあ、そういったところも魅力あると思うんで、ぜひね。まあ、町田は、まあ、引きやすいだろうね。まあ、町田はそうね、それこそレギュラーの質は、まあ、一番 J2 でも高いと思うし、まあ、比較的、はい、引きやすいチームになってると思うんで、 えぜひね、ここもチャレンジしてみてはいかがかなと思います。まあ、当然ね、稲葉選手もね、悪くないんでね、まあ、稲葉選手もまあ安定してる選手なんでね、結構去年とかね、秋田とかで、まあ去年一昨年かな、まあ秋田とかで結構限定出てるんでね、まあ結構餌を持ってる人多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、ぜひね、そういったところも含めて狙ってみてはいかがかなと思います。はい、ということで、えー、今回ね、えー、フォーカス・ド・プレイ第3弾登場時点でのお気に入りチーム5戦。 えー、やっていきました、まあ。よかったらね、参考程度に、まあ、引く参考にぜひね、えー、この情報を使っていただければなと思います。ということで、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これに失礼します。バイバイ。